しく頼むよ。あくまで最悪の事態の備えだ。ああ、あんな方法を使わなくてよかったって最後に思えるように全力を尽くそう。スケジュール。何？どうした？今日の歌番組の後、急遽仕事入れたってリオさんが言ってたけど、俺とミナが大食いレポで、トラとハルがお悩み相談電話だって。嫌がらせか。嫌がらせな。嫌がらせですね。俺とミナの大食いはともかく、トラたちのお悩み相談電話大丈夫か？お前らのアドバイス炎上しねえか？まあ大丈夫だろう。本当のことしか言わないし。な、俺も本音しか言わない。ああ、間違いなく炎上する。リョウさんも子供っぽいですね。犬丸さんが余計なことをおっしゃるからですよ。何を大食いすればいいんです？ラーメン。やった、好きです。神々持っていこう。はるか、一応相談の練習しておくか。練習って何すんの？まずお前が俺にどうしたら友達ができますかって聞くだろ。人の悩み勝手に決めんのよ。最近ゲームのライフ上げ合う友達できたもん。よかったな。あらあら、おめでとうございます。やったじゃん、ハル。近いうち連れてこいよ。やめろ、微笑ましそうにすんな。そうだ、南、大阪総合に連絡した？しません。高梨事務所からも連絡がありましたけれど、私には関係のないことですから。そう。おや、どなたかいらっしゃったようで。どうも、今日はよろしく。夏目ちゃん、ちょっといいか？あんたに聞きたいことがあるんだ。凪のこと、何か知りませんか？どこにいるとか、何があったとか。なんです、いきなり。おい、ちょっと、人の楽屋に押しかけて何やってんだ。南を取り囲むな。悪い、泉、桜目の暗号の件で聞きたいことがあるんだ。暗号？どういうことだ、そう。僕たちの歌の歌詞に奇妙な暗号が隠されていたんです。それについて夏目さんが何か知っているようで。そうなのか、ミナミ。さあ夏目、おとなしく話してくれ。悪いようにはしない。当然ですよ。なぜ私が悪いようにされなきゃいけないんです？歌詞のこと、何かご存知だったんですよね？知りません。あなたがあの歌詞を書かれたんですか？さあ教えてください。お願いします。毎回俺に振るなっつーの。ごめんなさい、つい。トーマさん、いい人だから。いい人じゃねえって。
リナも話だけ聞いてやってもいいんじゃねえか。秒でほだされましたね。ありがとうございます。実はお願いします、教えてください。僕たちもことを荒立てたくはないんです。話した方がいいんじゃないか。大阪の人間がことを荒立てたくないっていう時は、荒立てるプランが頭の中にもあるぞ。見かけによらず物騒な人ですね。そんなことはありません。二道さん、誤解させるようなこと言わないでください。まともぶりたいのも大阪流だな。いつだって笑顔で包丁を向けてくるのさ。あんたもそうちゃんと一緒にカレー作ったことあんの？カレー？玉木くん。はい、もう言いません。凪はどこに行ったとおっしゃってましたね。六夜さんの行方がわからないのですか？そうなんだ。アイドリッシュセブンを辞めるって手紙を残してたけど、そんなのあいつの本意じゃない。さくらはるきを人質にされて誰かに言うことを聞かされてるんだろ。あんたはそいつを知ってるんじゃないのか。みんな知ってるなら教えてやれよ。どうしてそう、日の丸さんはお人よしなんですか？お人よしじゃねえよ。だが、お前らの誰がいなくなっても、俺は全力で探す。お前らは分かんねえだろうけど、メンバーがいなくなるっていうのは、そういうことなんだよ。ノーマットの時のことですか？まあな。一緒にいつまでも歌えると思ってた。やめたいって言われてもなんとかなるって。本当は歌いたいはずだからって。だけど誰もいなくなった。何もできずにあっけなく終わっちまった。引き止める力も言葉も俺にはなかった。寂しかったよ、すごく。辛い話をさせてしまって。いいよ、もうだいぶ吹っ切れたし。トーマさん、トーマさんに今一緒に歌える人たちがいてよかったです。そうだな、ありがとう。ワルハルト・フォン・ノースメイヤ、それが六夜凪さんのノースメイヤでの名前。ノースメイヤの王室の第二王子です。ノースメイヤの王子、やっぱり本当だったのか。何王子って、ラノベの話？ノンフィクションですよ。あの方はノースメイヤのロイヤルファミリーの一員です。王室関係の権利や資格を今は返上されています。どうして？六夜さんの存在が王位継承者である第一王子セトランバルト・フォン・ノースメイヤ殿下のプライドを刺激し続けたからです。
争いを避けるために返事をしたのでしょう。瀬戸さん、国民の人気や実力では六夜さんの方が上でした。その語学力や外交力で幼い頃から国際社会の要人に愛され、小国のノースメイヤに注目が集まるきっかけを作った。ですが王室内ではアジアの血が混ざる六夜さんをよく思われない方も多かったそうです。そんな中でランバルト殿下は唯一の彼の庇護者でした。いい方だったということですか。わかりません。六夜さんの人気を利用したかっただけだと伺っています。そういえばあいつ仲が悪い兄弟がいるって言ってた。ランバルト殿下はノースメイヤを変革しようとしている。そのためか六夜さんの人気が必要なんです。だからさくらさんを人質にしたのかもしれません。さくらさんはこうなる未来を予想してナギさんの元から姿を消したんです。南はなんでそんなこと知ってるんだ。ノースメイヤのやつはみんな知ってるのか。いいえ、ノースメイヤの方々は王室は愛に満ちた理想の家族だと思っています。じゃあなんで。さくらさんから聞いたんです。私は一時期さくらさんと一緒に暮らしていました。さくらさんってさくらはるきと。居場所を知ってるのか。ナギはずっとさくらはるきを探してて。今の居場所は私にも分かりません。人質にしたと書かれていたでしょう。さくらさんはノースメイヤ王室の管理下ですよ。病気で弱って残る時間も少ないのに、六夜さんのやんごとないご事情に巻き込まれたせいで。あなたたちには申し訳ありませんが、こうなったことで私は安心しているんです。六夜さんを脅すためにランバルト殿下はさくらさんを延命しようとする。あの頑固な分からず屋に治療を受けさせるでしょう。六夜さんがさくらさんを心から友人だと思っているのなら日本には戻ってこないはずです。さくらさんが生きている限り。六夜さんもそう望んでるんじゃないですか。友人の最後は見取りたいでしょうし、ノースメイヤは今いろいろと問題が起きてますから、愛する祖国を守るため、友人のために、六夜さんはアイドリッシュセブンから抜けるしかないと思いますけど。ズールさん失礼します。アイドリッシュセブンさんこちらにいらっしゃって。よかったここにいた。そろそろ出番なんで戻った方がいいと思いますよ。わかりました、行こう。時間取らせて悪かったな夏目。家に戻りたくなかった僕と違って
ス名誉のさくらさんも好きだった。マギ君ももしかしたらアイドリッシュセブンを抜けたいって。そう思いたくはないです。でも叔父の余命が残りわずかだと知っていたら、僕は少しでも長く一緒にいたかった。僕らが戻ってきて当然だという態度でいたら、逆にナギ君を困らせてしまうのかもしれない。ナギ君は愛情深い子だから。そんなの、あいつがノースメイヤもサクラさんも好きなこと分かってっけど、でもそんなの。神器臭い顔するな。これからファンの前に出ていくんだ。ナギがいない俺たちを見ればファンは心配する。まだ何も決まってないうちから余計な不安を感じさせちゃダメだ。そうだな。リク、今夜のトークは俺中心で行く。お前顔に出やすいからな。わかりました。笑えって。ナギは帰ってくる。そう思い込んで笑ってなさい。わかりました。ナギが休む理由何にしたんだっけ。インフルエンザです。体調不良だけで押し通してもかえって病名を探られてしまいますから。インフルエンザか。持って1週間だな。1週間で解決できない時は他の説明を考えないと。ファンの子に嘘つくの。お兄さんが前に言ったの忘れちゃった。テレビに出てるやつはみんな嘘つきだって。だけど意味のない嘘じゃない。保身や虚飾なんかじゃない。ファンを笑顔にするのが俺たちのナギの仕事だからだ。これは俺たちの技術で責任だ。プライド持ってやり通せ。大丈夫だ。嘘ついたら舌を抜くっていうエンマ様だってお兄さんが任してやるよ。続いてのゲストはおなじみのアイドリッシュセブンと言いたいところだけど、ナギ君インフルエンザだって。そうなんですよ。陽性ってだけで本人元気なんですけどね。皆さんに会いたいです。釣ってました。最近流行ってるからね。君たちも気をつけて。大丈夫です。俺たちはバッチリ元気なんで、ナギの分まで歌って踊ります。気合十分だね。みんなナギ君がいない間にナギ君のパートが得意になっちゃったりして。でもあいつの歌やダンスはあいつじゃなきゃダメっていうか、あいつにしかできないと思うから。なんだよ真面目か。ミツはあごめんごめん。いやいや、もっともだよ。早く元気になってくれるといいね。お大事にって伝えておいて。ありがとうございます。あいつによく言っておきますよ。ごめんね。ありがとう。言っとくな。それではナギ君が来られなくて残念だけど、6人で歌っていただきましょう。アイドリッシュセブンで七つ色リアライズ。6人で俺たちは踊った。ナギが足りない景色に馴染めないままがっかりしていたお客さんが笑顔になってくれるのにほっとした。ほっとした後変な気持ちになった。6人でも大丈夫な俺たちになりたくない。今の俺たちじゃ足りないって言ってほしい。みんなに笑ってほしいのに笑ってほしくなかった。笑ってほしくないのに俺たちはナギの分まで
ニコニコ笑ってる。なんだかめちゃくちゃだ。こんな俺たちは初めてだった。なあ、ナギ。完璧なんかじゃないよ。リクが6の意味だって完璧に繋がらないよ。ナギがいなくちゃダメなんだよ。トーマさんの言葉が頭の中に浮かぶ。一緒にいつまでも歌えると思ってた。やめたいって言われてもなんとかなるって。だけどいなくなった。何もできずにあっけなく終わった。引き止める力も言葉も俺にはなかった。寂しかった。すごく。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ライトが落ちた瞬間、こらえきれずに俺たちはうつむいた。美月の肩が震えて、玉木の息遣いが激しくなる。大丈夫？何がです？さっき怒鳴ったりしてたじゃん。怒鳴っていません。桜さんって人、会いに行かなくていいのか？病気なんだろう。ノースメイヤですよ。気軽に会いに行ける場所ではないでしょう。ランバルト殿下が居場所を隠してらっしゃるでしょうし。デンマークのフェスの後なら寄れるんじゃないか。手配してやってもいいぜ。何を？泊まる場所だ。ノースメイヤにはミドーのホテルがある。そうしてもらえよ。フェスの前後のスケジュールに余裕作れるか、リョウさんに掛け合って。トーマ怒らせたばっかじゃん。俺がリョウさんに交渉してやるよ。ミナミも会いたいだろ。そんなこと言ってないでしょう。どうして向きになって否定する。知り合いの具合が悪いんだろ。会いたがって何が悪い。さくらさんと友人だったのは一時のことです。あの人は私の忠告を聞かなかった。全て終わったことです。終わった？まだ生きてるのに？喧嘩別れしたってことか。聞いてどうするんですか？別に。その程度の興味しかないくせに、あなたたちのランチのように提案したり尋ねたりしないでくださいよ。晴れた日はテラスで、雨の日は窓際の席で。あなたたちのことならお好きにどうぞ。私も止めはしません。だけどこれは私の問題です。私が1年近く考えて、私が終わらせたことです。気軽に巻き戻しボタンを押さないで。お前が終わった顔をしてないから、はるかも言ってるんだろう。俺は終わった女の顔も思い出さないぜ。そうだよ。女って何？春はまだ知らなくていいんだぞ。あなたたちに何がわかるんです？それを知ってどうするんです？あなたたちに何かできるとでも。だから
わかりました。はっきり言いますね、無関係な人間が知った口を出さないでください。迷惑なんです。みんな、そういう言い方は。ふん、そうかよ。あっそ、ミナミの好きにすれば。もう、お前らも。ブールさん、お願いします。行きましょう。寮暮らしだから予防するのも大変そうだな。本当にインフルエンザかな。みんなの顔つきがなんかおかしい。そうだね、ちょっと心配だ。ももくん、ゆきくん、ちょっといいですか。人を紹介したいんですけど。人？どんな？Hello? マッチョメンだ。マッチョメンが来た。お二人の SP です。嘘でしょ。名前はボブさんです。大丈夫です、豊富な経験のある方なので安心してください。アメリカやイギリス、中国、ノースメイヤーでもご活躍された方ですから。はじめまして。はじめまして。すごい筋肉、どうやって鍛えたの。本当だ、カッチカチ。あの、シャイな方なのであまり触らないであげてください。それじゃ、頼もしい SP もついたことだし、そろそろ大詰めといきますか。そうだね、下岡さんとは話ついたの。いつでも手を貸してくれるって。ユキの方は？今から確認してみる。オカリン、僕のスマホ取って。あんまり荒っぽいことはしないでくださいよ。大丈夫大丈夫。ああユキ、下岡ちゃんがレッドフラッグはやめろって、レースの一時中断の意味があるから景気悪いって。アブっぽいのに。じゃあ何がいい？もしもし。ハッピーアワー。ハッピーアワーのユキです改名したんですよ今。あ、そうそう、反つくも同盟のあれです。ミスター下岡さんともう一人連れてお伺いします。あとモモと、ボブも。いつがいいですか、静雄さん。相談テレフォン行っちゃいましょうか。じゃあ繋ぎます。
上したりしませんように。無理じゃないですか。みな燃えて灰だけ残って終わりですよ。どんなに大事にしていたって大事にしてもらえるとは限らない。メンバーだろうと友人だろうと他人です。同じ熱量で何かを愛したりしない。同じ熱量じゃなくたっていいよ。俺はズールが好きだ。お前らに振り向いてもらえなくたってズールが好きだ。犬丸さん、一人目の相談者、トラオくん愛してるさん。おーよかったね、憧れの人に悩み聞いてもらえて。どんな悩み？あるよね、こういうこと。トラオくん、何かアドバイスしてあげて。やめればいいだろう。やめたいぐらい嫌ならやめればいいだろ。どうしてできない？仕事ができないのはそいつなんだろ。あんたが仕事できるなら他にも雇ってくれるところがあるんじゃないのか。それとも仕事ができないのは本当はあんたのことか。違うならその職場を辞めればいい。これで終わりでいいか。いいんじゃん。無責任。はあ、当然だろうが。なんで俺があんたの人生の責任を負わなきゃいけないんだ。仕事であんたの人生だろ。あんたが責任持たなきゃ誰も持つわけない。誰もメンテナンスしないしアップデートしないんだよ。あんたがあんたを快適にするんだ。そのために遠慮なんかするな。やめたくないなら偉そうな口の利き方やめろって先輩だかなんだかに言ってやりゃいい。そいつはただ先輩ってだけであんたに偉そうにする権利はない。違うか。じゃああんたが正しい。向こうが間違いを正すべきだ。正さないならただのバカだから気にするな。いいよ、不愉快なものを気にしてどうすんだ。不愉快でも快適でもやる仕事は同じなんだろ。なら夢中になってるもののことでも考えてろ。あんたが夢中になってるものはなら俺のことだけを考えろ。ヒュー、聞いた今の。ポジティブ濃すぎ。不愉快なやつの言うことなんか気にするな。どうしても気になるならやめろ。居心地のいい場所を今すぐ探しに行け。あんたは快適に暮らす権利があるし、どこにだってあんたの居場所はある。あんたが正しい。迷惑だなんて言わせるな。これで終わりでいいか。どうも。お仕事頑張ってね。以上、トラオくん愛してるさんの相談でした。いやーよかったよ、いいアドバイスだった。トラオくん、最初はヒヤヒヤしたけど
僕も惚れそうだった。まあな。いや、絶対まぐれだ。事務所の公式アカウントに凪くん宛てのメッセージがたくさん届いていますね。早く元気になって7人で歌っているところを見せてください。復活した凪くんに早く会いたいです。凪くんが元気になりますように。他にもたくさん。取り付く島もない感じですね。凪くんと直接連絡はできない。違約金なら払うの一辺倒です。ノースメイヤーの宮内庁みたいなところに試しに連絡してみたんですけど、拙い英文で送ったし返事が来るかどうか。マネージャー、ちょっといいか。外を歩こうか。メジャーも今必死に考えてくれてるようなことだよ。ナギと俺たちのことだ。アイドリッシュセブンの未来のことを話したい。このグループのリーダーとして。